緊急で動画を撮影してますチャプター1のマップがまた復活。昨日の夜中に突如発表されたこちらの映像、ニューマップ、ニューモード、ティルテッドがあってからのフォートナイトリロードということで、期間限定モードか常設モードかわかりませんが、チャプター1のマップがミニマップとして戻ってくることが発表されました。エグすぎ。このいきなりの発表マジで高まる。そしてこの映像はエピックが間違って1秒だけ公開してしまった映像ですが、空に光が映し出されてます。おそらく空からチャプター1のマップが落ちてくると予想されます。ただ完全にチャプター1が復活するのではなくて、もともとあったティルテッドタワーやプレパリテールローは復活するんですが、新しい街が加わることも発表されました。エグすぎる。ちなみにこれは今日のアプデ以降に登場する予定だそうです。今回のアプデでは夏のイベントやアイテムやクエストの追加、マグニートのミシック武器とスキン、新武器のスナイパーか、もしくはミニガンの復活、パイレーツオブカリビアンコラボ、7月のクルースキンの発表などなどが予定されてます。ここら辺の情報はあくまでリークなので正確ではありませんが楽しみ。ちなみにここで気になるのがアップデ終了時間だと思うんですが、ズバリ今回も予想しましょう。日本時間の夕方5時です。最近のフォートナイトマジでアップデ終わるの早いし、この前のシーズンが変わる時もかなり早かった。なのでこれ当たったらコメントに正解ってコメントを書きに来てください。当てれる自信あります。そして最後にメタリカのライブイベントも開催されるそうです。今ねマップ中にギターがあるから、それでメタリカの存在を知った人も多いと思うけど、これは普通に楽しみ。友達とか好きな人とかと一緒に見れば盛り上がること間違いないっしょ。こういう最新情報もっと知りたい人はマンシー君のいいねフォローリンクコピーよろしく。みんなはチャプター1楽しみ？コメントで教えてね。